今日の県内は九州付近に停滞している梅雨前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で全域で雨の一日となりました。雨は午後から強まり、雷を伴って激しく降ったところもありましたが、ピークは過ぎたとみられています。今日の1時間雨量は日田で17ミリ、佐伯市蒲江で14ミリなどを観測しています。天気はこの後回復に向かい、明日の県内はおおむね晴れる予想です。ただ気象台は今夜遅くまで土砂災害や落雷に注意するよう呼びかけています。